カルビーカルビーポテトチップスカルビーポテトチップスはカルビーが製造するポテトチップスのブランド。カルビーのトップブランドで1975年薄し、お味、1976年のりしを1978年コンソメパンチと発売以降様々なフレーバーサブブランドを立ち上げており2019年時点で日本のポテトチップス市場の7割を占める。 商標登録は、ウスショア味第4464,004号、ノリシ塩第4464,005号、コンソメパンチ第4464,006号、他、日本のスナック菓子の代表的存在。1964年発売のカッパエビセン、全身が1988年発売のフルグラ、1995年発売のジャガリコ、 2006年発売のジャガビーと共にカルビーのメガヒット商品の一つ。なお日本初のポテトチップスはハマダオン、シローのフラインとされ、日本で初めて量産化したのがコイケアであり、カルビーは日本のポテトチップス市場では後発になる。1964年、地方の一中小企業に過ぎなかったカルビーは小麦系スナックのカッパエビセンを売り出した。 社長の松尾隆は、首都圏での販売拡大を目指していたが、田舎の商品なんか相手しないと考え、米国で評判になれば、お江戸もきっと振り向くと1967年8月、NY で開かれた国際菓子食品見本市に、カッパエビセンを出展する。渡米した松尾隆は、NY 食料品店で当時日本ではまだ馴染みの、なかった、ポテトチップスが山積みされているのを見て、 いつか販売しようと構想を温めた。現在カルビーでは、これを構想の原点としている。松尾隆は帰国後、役員会で、取りまとめポテトチップスへの参入を決定した。ただ当時は、カッパエビセンが売れている最中で、その対応が急務であり、ポテトチップス参入は後回しにされた。もう一つ構想の出発点となった話がある。 同1967年11月カッパエビセンのアメリカでの販売を目指して松尾隆氏の三男松尾正彦は渡米して日本紙でもらった名刺を頼りに企業周りをするとそこでポテトチップスの製造販売も手掛けていた NY 卸大手ローレンツシュナイダー社のミルトン・ブラウンからスナックが子ビジネス特に品質管理について学んだ正彦は帰国後そのことを父 こうに報告。こうは、カッパエビセンに次ぐ第2の商品として、ポテトチップスに着目し出したという。そうした努力が実り、カッパエビセンは爆発的な売り上げを記録し、カルビーは中小企業から成長企業へと脱皮した。ただカッパエビセンは1971年を境に、売り上げは落ちるようになる。 そこへ1971年仮面ライダースナック1972年札幌ポテト1973年プロ野球スナック1974年札幌ポテトバーベキュー味と次々とヒット商品を生み出したこれらの原材料は小麦粉の他にジャガイモも用いておりカルビーでは原料のジャガイモが足りなくなったことに加えポテトチップス事業参入も決定していたことから 1970年代前半から北海道に貯蔵庫や工場を建設していた。こうして小麦系のカッパエビセンダのみから新たなジャガイモ事業への転換が進む中で松尾隆は次こそはポテトチップスがカルビーの柱となる養生熱を燃やすことになる。1973年カルビーは構成をかけるため東京に本社を移す。 1975年6月カルビー株主総会で松尾隆は9月からポテトチップスをやるとぶち上げ、ジャガイモ事業の本命であるポテトチップスへの本格参入が始まった。カルビーポテトチップス発売、最初に売り出された味は、後の薄塩味で、1975年9月北海道、同年10月東京、同年11月大阪、 と販売エリアを広げていった。満を持たしての市場投入だった。ただ当初は全く売れなかった。販売責任者だった松尾正彦によると、問屋から追加注文はない。東京の店を歩いたら置いている店がない。置いていても埃をかぶって奥の棚にあった。という。その埃をかぶったものの中を開けると油が酸化していたという。 そこで戦略を練り直し1976年6月新体制で売り出すと一気に日本のポテトチップス市場トップシェアに躍り出た。フレーバー拡充も早くから、始め1976年、リシ塩1978年、コンソメパンチ1982年、フレンチサラダを発売、特にコンソメパンチは爆発的なヒットとなった。 1983年パッケージを変更、業界で初めてアルミ定着フィルムを導入した。それまでのビニール製から遮光製、防湿性、防臭性が向上したことで、鮮度向上につながり、またアルミの光沢感が高級感を演出したという、業界で初めて中身の酸化を防ぐために、窒素充填を始めている。カルビー公表による遠隔では、 ポテトチップス発売前である1974年までをカルビー創業期発売後である1975年以降をカルビー成長期と区分けしている。カルビーポテトチップス発売以前の日本のポテトチップス市場は地方ごとにメーカーがあって地方向けに流通し東京にも先行メーカーがあったもののそれらメーカーは原料のジャガイモが確保できた時だけ ポテトチップスを生産し原料がないときは生産を止めていたとカルビー副社長を務めた藤岡賢治が証言している。つまり、カルビーポテトチップスを通年で市場投入するためには原料のジャガイモを確実に確保する必要があった。また、製品の鮮度を保つためには結局原料の品質にこだわる必要があった。ポテトチップス発売以前のカルビーは 松尾隆社長によるワンマン型中小企業経営で組織としては全近代的であり、ポテトチップスが爆発的に売れ急成長していくと組織として歪みが生まれ様々な問題が発生したと松尾正彦が証言している。1978年宇都宮工場で女性工員の時間外過重労働が労働基準法違反に問われ、他の工場でも同様に問われることになった。 ポテトチップスが売れ続けることにより、老子問題は継続していた。また松尾正彦によると、ポテトチップスが売れ始めた1976年、頃から松尾隆は、ジャガイモ研究の方に熱心になり、現場に立たず指示は、自宅から電話で、一方的に伝え、孔の息子たちがそれをフォローする体制になっており、結果的に経営のバトンタッチが進んでいた。 カルビーではポテトチップス発売以降こうした状況下で消費者危点の社内改革や農耕一体の産地改革、マネジメント改革、工場の生産効率化、原料ジャガイモ産地改革、SCM 改革などが進められた。中田康はこの時期に境内の同窓である松尾正彦に壊れてカルビーに入社し、生産管理を担当している。 鮮度の高い商品を市場に投入するため全国を縦断するようにいくつも工場が整備された。ジット方式導入もこの頃からであり、1975年発売当初から不良在庫の要因となる押し込み販売を止めスーパーマーケットに対して乱売を止めるよう奔走し、製造年月日が導入されて、以降店舗での製品チェックは営業担当者が行い、 古いものは回収することになった。スナック菓子はかさばり物流効率が悪いため、卸しし問屋に対して公平な取引条件に改定し、物流施設を更新するよう進めた。1980年カルビーから原料部門が独立する形でカルビーポテトが発足した。この会社は農協経由ではなく直接生産農家と、 栽培契約を結び、じゃがいもの安定供給を図ると、共に、全く考え方が異なる農家と工場との間で、調整を図る目的で設立され、これによりカルビー内で原料の調達、製品加工、販売までのプロセスが統合されることになった。品種、林作体系、芋の比重、非売管理などカルビーが提案した条件を満たした農家には、 取引単価を上げるなど、生産農家と専属契約、インセンティブ性も本格化し、結果北海道でのジャガイモ生産は成長産業と化した。カルビーポテトは、世界初のジャガイモ専用運搬船、カルビーポテト丸も運用している。こうして改革により、 カルビーポテトチップスは一年中鮮度の高い状態で店頭に並べることができるようになり、1980年代は売れ続けた。この時期で国内ポテトチップス市場のシェア75%に達していた。安心した松尾隆は1987年社長を引退し、長男の松尾壮が二代目社長に就任した。小売店、豚屋、同業他社にも影響を与えた。 カルビーの構成に、同業他社の中には、ポテトチップス事業を止めようとしたところもあったが、逆に、日本のポテトチップス市場が拡大したことで、売り上げが伸び共存することができた、とされる。製造年月日を刻印した取り組みは、当時同業他社や、小売店、問屋から大品種を買った。パッケージを、ビニール製からアルミ密着フィルムに変えた際、小売店、問屋から、 中身が見えなくなったと反発された。これらは後に菓子メーカーの常識にまでなった。ただ、原料のジャガイモをめぐって農協を通さず生産農家と直接契約するカルビーと北連農業共同組合連合会とで対立が続き一時は関係修復不可能な状況にまで陥った。店舗での乱売阻止をめぐって一時代営から カルビーポテトチップスの全商品が撤去される騒ぎもあった。2000年代前半、日本では食の安全が問われる事故が続出し、それに伴い報道も加熱した。カルビーポテトチップスでも同様だった。2005年、事故の責任を取る形で3代目社長の松尾、正彦が辞任、中田康夫が4代目社長に就任した。 カルビー創業者一族による同族経営が終わる発端の一つとなった。一方でこれらのことを受けて、カルビーでは社内体制が再構築され、それまでクレーム対応はお客様相談室で受け取る形で対応していたが、それに加えて営業担当者が直接訪問して対応する方針を導入している。この時期、二千二年から消費者部門担当役員として、 人頭式を取ったのが伊藤秀次である。それまでは国内流通分に関しては国産ジャガイモに依存していたが2006年部分的解禁を受けて一時的にアメリカ産輸入ジャガイモでの製造を行い2007年から期間限定で輸入物での製造を始めている。2009年経営陣が一新会長兼 CEO に松本明が社長兼 COO に 伊藤秀次が就任、同年ペプシコとの業務、資本提携を締結、ジャパンフリートレイを完全子会社化する。ただこの時期のカルビーポテトチップスの国内シェアは60%を割り込んでおり、さらに低収益だった。その原因はいくつかあり、一つには、カルビーでは発売初期から鮮度戦略を取り製造物流拠点へ投資してきたが、 1990年代食品包装の技術革新により品質を長く保つことができるようになったため、それまでの製造物流拠点が不要となり工場、稼働率が低下、施設群が重い固定費となってしまったためであり、それが長く改善されないままだった。そこで松本は工場稼働率の向上に取り組み、それで増産されたポテトチップスの売り上げを伸ばすために2010年、 カルビーポテトチップスは値下げした。これにより、国内シェア7割を回復、利益率も上がった。2012年、世界最大5 0 1ラムのポテトチップスを作成し、ギネス世界記録に認定される。ただ、同2012年には、ケンヤゲ、ポテト、関西だし醤油に5ミリ四方のガラス片が混入し、食べた人物が口の中を切る事件が発生。 混入した可能性があるシリーズ9種類、契約534万袋を自主回収している。これを受けて、カルビーでは、顧客優先、情報開示、率先炊飯、スピード、再発防止を柱とする自主回収における基本方針を策定している。2015年、発売から40周年を迎えた。同年に、カルビー初となる筒入り型、ポテトチップスクリスプを発売する。 2017年、ポテトショック平成28年台風第10号により、北海道産ジャガイモ不足が深刻な状況にまでなり、一時的に販売休止処置が取られた。その後、ポテトショックの反省から、道内外の水田地帯を利用するなどといった再発防止策に乗り出した。2019年、賞味期限を6ヶ月に延長し、 賞味期限表記を年月日から年月に変更した。食品ロス削減に向けた取り組みの一環で、技術的な改良をしたところ品質が維持できると確認が取れたため変更した、とカルビーはコメントしている。また初期から行っていた製造年月日表記はこれにより全廃している。国内における加工用ジャガイモの需要増とそれに伴う生産量増加。 ポテトショックを経て、長い間対立関係にあった北連とカルビーは、和解し2020年提携協定を結んだ。その連携協定に基づく、新商品開発の第一弾として、北連オリジナルブランド、よく似体も、お原料に用いた、チップスネクストオリジナルが発売された。八から十八から十八から十七から87から8、六から,からカルビーにおける、 バレー所産地と収穫がスーパーで売られているカルビーポテトのジャガイモ日本国内で流通するカルビーポテトチップスの原材料バレー所は7から8割が北海道産であり残りが九州、本州、四国産とアメリカ産を用いている。カルビーにおける国産バレー所の収穫は毎年5月九州、6月四国と中部、6から7月関東、7から8月東北。 7月から10月北海道で行われ、翌年5月頃に北海道で生産され貯蔵していたものがなくなる。つまり、ポテトチップスは毎年初夏から秋にかけて全国で収穫されたもので製造、毎年冬から春にかけて北海道産貯蔵分で製造し、国内もの葉坂駅に当たる毎年2月から6月に限り海外輸入物を併用して製造している。バレー書は、 植物防疫法により原則輸入が認められていない。ただ部分的に権益を通ったもののみ認められており、カルビーではその枠を使って農林水産省指定工場でのみ、輸入バレー所で製造している。うち輸入用は港に近い広島西と鹿児島の2カ所。ここまでして輸入物を用いるのは安定して通年で生産する体制を整えることで小売りの棚を確保するため、 通年で小売りの棚を確保することは北海道産ジャガイモを守ることにつながるという。2017年ポテトショックに伴い一時的に輸入枠が拡大されたが、その際に外国産で作ったポテトチップスは日本人の口に合わないとわかり、結果国産ものが見直されたという。また、北海道産のものを全国の工場へ運搬するためにポテト丸を運用している。 原料は生食用ではなく、加工用のものであり、カルビーでは用いている、ジャガイモ品種を公開している。GMO は使用していない。通常の 60g ポテトチップス1袋あたり、ジャガイモ2から3個、コンビニ限定の 85g ポテトチップス1袋あたり、3から4個使われている。同じ袋の中にあるポテトチップスでも厚みが違うのは、 ジャガイモ品種それぞれの特性に合わせて同じ食感になる容時の厚みを変えているためである。アクリルアミドについてカルビーでは IR 投資家情報の事業等のリスクで一家の通り公表している。2002年4月にスウェーデン政府より炭水化物を多く含む食品を焼くまたは揚げることにより発岩性物質が生成される胸の調査結果が発表されましたが 厚生労働省は平均的な摂取量であれば人に対する影響は想定されないとしており、これまでのところ当社グループの経営成績は影響を受けておりません。しかしながら将来的にはスナック貸し業界全体に影響を与える問題に発展する可能性があります。カルビー、IR、投資家情報事業等のリスクアクリルアミド対策としてはその元になるアスパラン、 還元糖を減らす、必要以上に高温、長時間の加熱をしない、などの企業努力を行っている。ポテトチップスは、摂氏160度摂氏180度の温度の油で、約2分揚げている。この際に、ジャガイモが油を吸うため、揚げる油は常に新しいものが継ぎ足され、古い油は残らない。パッケージカラーは、薄氏お味がオレンジ、コンソメパンチがベージュ。 のり塩が黄色と期間商品は色が固定している。なお小池やポテトチップスもほぼ同系色である。これにカルビーではキャラクターポテト坊やが描かれている。またパッケージに右上に製造所固有記号、数字と英字からなる記号が刻まれており、そこから産地、生産者を検索できるサービスを公開している。以下、定番品である。 レギュラーサイズ寿司お味のリニューアル変歴を示す。1975年発売から2019年時点で14度リニューアルしている。カルビープラスでの調理風景カルビーでは国内3カ所で工場見学を実施しているがポテトチップス製造の見学ができるのが北海道千歳工場のみになる。事前申し込みが必要。所要時間は約1時間程度で ガイド付きであり、製造工程を窓から覗いてみる形になる。出来立てを試食でき、お土産に数種類もらえる。またカルビーでは、カルビープラスというアンテナショップを展開している。そのいくつかで出来立てのポテトチップスを販売している。ポテトチップスそのものはシンプルなスナック菓子であるため、早くからフレーバー開発が進んだ。 その大きな転換点となったのは1978年発売のコンソメパンチの大ブームであり、この味変わりポテトチップスの成功はカルビーだけでなく他社でも影響し、フレーバーによる差別化競争が始まった。地域限定商品は自分の育った土地で馴染みのある味付けを好んで食べる傾向があるためそれを元に商品開発している。醤油味が特に多い。 カルビー公式によると常時50種類以上限定商品を含めると年間で100種類程度販売されている。2018年報道によると地域限定商品を含めると年間で約200種類が販売されている。消費者の好みの多様化を促進しているものの逆に商品の単名化も進んでいる。カルビー製品内での売り上げトップは百六十五年からしばらく カッパエビセンだった。1977年からカルビーポテトチップス寿司お味がカルビー製品内での売り上げトップとなり、1980年から寿司お味あるいはカルビーポテトチップスコンソメパンチが1位2位となり、1995年ジャガリコが発売されて以降トップ3はポテトチップス系とジャガリコ系で占めている。数年商品地域の味コンビニ限定47。 都道府県の味47都道府県それぞれの地元の味を再現したポテトチップスを数量限定、期間限定で発売。その他2020年時点でポテトチップスに分類されている商品2011年、東証一部上場以降、カルビーでは海外事業の拡大を経営戦略の柱としている。韓国では幸せバターの現地版である ハニーバターチップが2014年代ブレイクし、シュナウス状態になるなど社会現象が起きた。イギリスでは2018年現地市会社カルビー、UK がシーブルック、クリスプス社を買収、そのままのブランドで販売している。関連会社カルビーポテトジャパンフリートレイの製品については、当該リンク先参照。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。 カルビーポテトチップスー寿司お味に関するカテゴリー。ありがとうございます。